ということで、実際に PV だけじゃなくて、まあ、プレイしてる絵をね、ちょっと見たいなと思うんですけども、明日発売なので、はい、実機の方をお持ちしましたので、ぜひご覧いただければと思います。はい、あの見ながらね、いろいろちょっとお話をお伺いしたいなと思います。はい、さあ、よいしょ、さあ画面映りますでしょうか、ね、はい、このイノセンス R っていうこのルカクの顔が、はい、あ、映ってますね。そうですね、ここをタッチすると始まりますんで、はい、そう、タッチで技とかも出してきますね。そうなんですよ、ね、そうです、イノセンスはそうですね、タッチであのショートカットであの技をどんどん出せるようになるので、あ、それもリカならでは、うん、っていうか、あのあたりからずっと喋るのがもうすごいですよね。そうですね、あの最初のところで、あの私がレジェンディアを作った時に、あのナムコってボイスをレジェンディア入れてたので、今回もやろうとやってしまいました。すごく嬉しいですね。8キャラ分ありますんで、起動するたびに楽しんでいただければ。はい、それ嬉しいですよね。嬉しい。で今ちょうど、あ、戦闘に入りました。はい、これ一番、いいところをお見せしたいっていうので、ちょっとこういう場所に来て戦闘が入ってくるので、なるほど、はい、でこれ今操作しているのが、はい、新キャラクターですね。あの今日のゲストの藤田さんが演じているキャラクターになります。はい、で、やっぱりビーターということで、はい、ショートカットでタッチでこう、技を出せるので、今もうちょっとした見せ、お見せできるかと思います。はい、これ今マップの、はい、そうですね、ここも新規のダンジョンになります。はい、今回追加されたというか、そうですね、こういうダンジョンは本当にあの全然増えているので、もう DS 版遊んでいただいた方も新しい気持ちで遊んでいただけると思います。こうタッチでいろいろ、本当だ、うん、そう、何の技を誰が使っているかが分かるので、はあ、うん、でパーティーのキャラクターをどんどん参加させられるのが非常にやりやすくなるので、戦闘が楽しいですね。やりやすくなってるんですね。あともこの戦闘終わった後のキャラクター同士の掛け合い、どういう戦闘があったかによって内容が変わりますので、そこもお楽しみいただければ。この掛け合いが魅力ですね。そうですね、じゃあ怒られたりもするかもしれない。あ、ありますあります。うわ、すごい、これですね、ヒュージー、はい、これ得意な人は自分でやってもいいし、うん、あの得意じゃなかったらオートにすることも、オートでもいい、そうですね、はい、そうです、じゃあテイルズっていうのはオートの、戦闘もかなり入ってて、うん、はい、あの AI がかなり賢いので、うん、まあ、今回 の、 あのイノセンスにおいてもなので、オートバトルでもかなり遊べますね。ですが、もうせっかく楽しく作っているので、ね、ぜひ戦闘ね、そうですね、そう、自分なりにもやってみたいですね、うん、ね、空中コンボをすごい決めやすくなっているので、はい、あのぜひあの多段コンボとかもどんどん打っていただいて、はい、やっていただければと思います。ツイッターでもひよぎかけって来てましたよ、ね、ありがたいですね、ひよぎや、はい、見たいのかもしれないですよ。これもあの、ね、第一ひよぎとか、うん、そうですね、うんぎとかね、こうやってまあまあまあ、まあ、驚けみたいなもんね。はい、でもテイルズはもう本当にこういう意味ではその乱戦感ですよね。こう状況的にもいろんな戦闘が入り乱れて、うん、でなんかこう気持ちが熱くなるっていうかね、うん、本当にあのやってて楽しい戦闘なんで、うん、こう、はい、あ、大丈夫ですよ、はい、はい、かぶっちゃいました、順番に、順番に、はい、どうぞ、じゃあ倉田さんからお願いします、はい、これだ、こうなると恥ずかしいですよ。あ、じゃあ私が、はい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 、キキは術をあまり使わないんですか。そうですね、今回の新キャラについてはちょっと特性をいろいろ入れてみようということで、コンウェイは術中心、キュキュは技中心と、あえて偏った設定にしてます。それって性格にもやっぱり似通っている部分ってあるんですか。そうですね、あのキュキュは結構前向きにグイグイ押していくキャラクターなので、うん、はい、野生児っぽい感じ。そうですね、ガーっていっちゃうって感じかな、うん、あと体中が傷だらけだったりして、この辺もいろいろ意味があったりします、ね、うん、はい、この後のスキットでちょっと触れていただいたりしちゃうかもしれないです。なるほどね、はい、でコンウェイは全属性の術が使えるんですね。そうですね、はい、今ここで設定でバーッと入ってますけれども、うん、これ全部敵の技を食らうと覚えていくっていう
ラーニングしていくんですよね、うん、そうなんです。なので例えばボス戦とかでボスがちょっと強力な魔法を使ってきたら、うん、コンウェイがわざと当たりに行って覚えましたと。ボスの技もじゃあ結構使えると。そうですね、ボス戦で入れておくと結構その段階ではまだ他の敵が使ってこないような強めの技をラーニングする機会がありますんで、早め早めで言っていただける。なるべく局面局面だとこうパーティーにさせて、うん、まあ、勉強させるっていう、うん、今なんかスパーダを使えという指令が来ているのでスパーダを使いたいと思います。なるほど、そういう指令も来るんですね。今なんかツイッターから。ツイッターでね、本当だ、スパーダ使ってほしいな、うん、ランニングだ。いや、コウメイの人気が半端ないですよね。うん、コウメイ。いや、でもね、スパーダ君の人気がね、やっぱりすごいんです。スパーダ、やっぱり、うん、あの DS の時からすごい人気キャラなんで、ね、あの上田裕二さんが演じられてるんですけれども、本当いいですね、うん、まあ本当もうベラン名君というかね、濃いキャラクターなんですよね。なんだけど優しいんです。おしくしくしくで、ちょっとあの今回 の、 あのスパーダ君特別にあのコスチュームチェンジしてるんですが、はい、あのイノセンス R っていうのは称号を、特定の称号をつけるとコスチュームが変わるんですよ、うん、なのであの多分皆さんこうファンの方が見ているのは見たことないコスチューム着てるなっていうのが見えてるから、いつものスパーダ君じゃないんですよね。そうです、うん、今ちょうどこの衣装の時だけ出る掛け合いが出てました。あ、何ちょっと出てました。何ですかね、終わってた、終わってた、びっくりした。あ、まあまあ、ごめんごめん、なんか俺セリフかぶっちゃってる、はい、すごい、行っちゃったもん。行っちゃいました。称号があるんですよね。はい、そうです。これ今回水着の称号とかもあるとか、あるとかないとか、ないとか、ちょうどね、今ここにはないんですけれども、はい、称号は何でしょうっけ。今これまだちょっと私が頭からプレイしたデータなので、お、まあ、なんかちょっと気になるのもありましたね、はい、こんな感じで。おー、いっぱいありますね。だこれ全部の称号がコシモじゃないんですけど、はい、まあ探していただく感じですよね。これつけると見た目変わっちゃったっていうことがありえるんですよ、うん、そうですね、あの見た目が違うやつはあのここのアイコンのところはですね、はい、模様が違うんですね。アンジー今こうなってますけど、うん、他のこうと、うん、大丈夫です、うん、色が違う、覚えていただければ。そういうのはこう探してね、いろんなこう節々まで見ていただいて発見していただくっていうのがまあ楽しみにするかなと、うんうん、そしてその組み合わせによって掛け声も掛け合わせ声も違ってくるという、はい、ちょっとまた違う場面に行ってみようかなと思いますけれども、掛け合いも2人キャラクターが増えたら結構量増えますよね。そうですね、オリジナル版はあの掛け合いがそもそもなかったので、うん、今回初めて、はい、なるほど。でも楽しいんでいろいろ、あとはそうですね、宿屋に泊まるとですね、宿屋スキットというのがまた見られまして、うん、イリア遅いね、支度できたら部屋に来るって言ってたのに。ルカ、うん、ちょっと宿屋出るときになんかイリアが遅いねって迎えに行くと、お約束ですね。開けちゃったんです、着替え中に。ごめんイリア、見るつもりなんてなかったんだ、ほんとごめん。変態、最低、デリカシーなさすぎ。イリア、その辺にしておいたらどう。ルカ君も悪気はなかったのよね。もちろんだよ。だそうよ、不可抗力だもの、仕方ないわ。じゃあデザートごちそうして。仲立ちした私にもね。わかった、ありがとう二人とも。じゃあ準備してくるね。ありがとうなんて、ほんと永遠に見ちゃいますよ。まあ、あのこんな感じですね。あ、要は普通宿屋泊まるっつったら、うん、そこでティロリロリンっていう感じで、うん、あ、朝起きちゃうじゃないですか。じゃなくて宿屋って言ったら、うん、なんかいろいろドラマがあるわけじゃない、まあ、いい年頃の男女がいればいい、いや、そうですよ。お前好きな人言えよとかなんですかね。それを何とか再現したいなっていうことで、だからなんかちょっと修学旅行トーク的なのもあったりとか、ね、枕投げもしてみたりとか、うん、すごい。それに全部声を当てられてるっていう、ないのもあるんです、ないのもちょいちょいあるんですけど、うん、はい、
でさっきのあのスパーダっているじゃないですか、はあ、そのスパーダってやつもやらしいやつで、もうとにかく女子部屋に行こうとするんですよ、はあ、もうすごいしてますね、スケベ大魔王、スケベ大魔王、はあ、それをみんな阻止するやつもいたりとか、はあ、それがね、とても楽しいんですね。じゃあ美味しいシーンでしたね、今ね、うん、ねえ、あとはエルマーナも見たいとこう要望がありましたね。はい、はい、見ましたね、エルマーナで。でもあの正午であのリカルドっていうおっさんなんですけど、バニーにつけてるんですね、うさぎの耳を。これエルマーナですね。あ、これさ、あの手数で行くタイプなので、とにかくあの格闘なんですよね。はい、なるほど、うん、ギミックが壇上に仕掛けられているんですよね、はい、今回。あ、そうですね、先ほどお見せした男女の中にもこう、はい、ギミックが入ってるんで、そうですね、トロッコに乗って先に進んだりとか、うん、あとはあのシリーズおなじみのソーサラーリングとかもありますので、ソーサラーリングでトロッコしていく、はい、そうですね、ピロッと飛ばすやつですね。そう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 、ピロッと飛ばすやつですね。ピロッと飛ばすやつですね。はい、見ちゃった。でもね、あの、うん、難しすぎず、うん、あの簡単すぎずっていうところで、あと悩んでたら割とこうスキットとか見てると、うん、あのヒントを出してくれるので、あ、なるほど、割とね、あの楽しく解ける感じなので、これが明日皆さんの手元に、ついに、いや、これはすごいね、出ちゃうわけですね、これが。ボスも、あ、ボスも敵も結構全部作り直しているので、はい、あ、結構ね、こだわりの敵の挙動みたいなのもあるので、そういうのも楽しんでいただきたいなと思うんですよね。あ、ツイッターで結構技セットできるんだね、はい、とか、そうですね、はい、技もだいぶ増えてますんで、前になかった技とかいろんな組み合わせで、はい、技の組み合わせも豊富ですし、キャラクターの組み合わせも、ね、新しいキャラクターたちは個性的なので、いろんなやり方、戦い方が出ますね、なるほど、はい、ほとんど直しててもうこれほぼ新作ですよね。新作ですよ、新作ですよ、新作ですね、はい、どんなものね、軽くやるしね、リメイクって言ったらいけません。誰に文句言ってんすか。ちょっと思ったんですか。